植村博之は、日本中央競馬会立党トレーニングセンター所属の、元騎手、現長教師。実刑の植村のりひさは、調教助手。1992年立党の、柳田次男所属騎手としてデビュー。同期には、後藤博之、横山義行らがいる。競馬学校在学時より、複数の教官たちから、 大う技術や機種向きの性格を評価されるなどデビューした当時から機乗技術が高く同年は慶応杯オオタムハンディキャップを都市グリーンで制するなど新人ながら40勝を挙げた2年目には53勝を挙げ若手ながら相当な実力を持った機種として認知されるようになる百九十四年には東京優秀でデビュー三年目ながら二番人気の名村国王に 企業している。なお、デビュー3年以内で百姓を達成している騎手は、他には、竹豊海老名正義、角田光一、藤田真嗣福永雄一、竹光四郎、秋山新一郎、池添健一、北村博藤岡祐介、川田島宮美、三,島良太三浦康生らがいるが、競馬学校騎手課程発揮制以降に適用された。 デビュー3年以内でも100勝以上の騎手は減量されない対象となった最初の騎手である。また、主戦騎手が竹豊に乗り換わる前のサイレンス鈴鹿やゴールドアリュールと後にー員イバになる馬にも騎乗している。その後もコンスタントに勝ちを積み重ねていたが、1990年代の後半頃から以前ほどの勢いが落ちる。実はこの時、 目の病気を患っていたにもかかわらず治療をしないまま、帰郷を続けていたという。それでも毎年10床以上と2桁の勝倉は、上げていたが、2004年に治療をするため帰郷を自粛。しばらくの間、手術をするため休養に入る。手術は3回行われ、ようやく視力が回復するに至った。復帰後の2005年には42床と若い頃に近い、成績を残し、 神戸新聞杯で、ストーミーカフェに起場した4位広文に代わって、シックスセンスに起場したり、エリザベス女王杯を連覇中だったアドマイアグルーヴにも、起場している。2008年6月15日、スリープレスナイトで、CBC 賞勝ち、実に10年ぶりの JRA 重賞競争を、勝利するとその後も、同馬で、北九州記念、さらには、スプリンターズステークスも制覇し、 GI 競争機場を40回目の挑戦にして、初勝利を挙げた。2014年2月28日付をもって、騎士を引退、池添金を旧者所属の調教助手として働きつつ、調教師を目指していた。2017年12月7日、JRA の2018年度新規調教師試験に合格した。2018年3月1日付で、調教師免許発行となる。 2019年3月1日付で旧社を開業した。2002年7月12日、函館競馬場の調整ルーム食堂内にて、上村は青木義幸と口論になり、一方的な暴力行為に及んだ。採決委員は13から14日の起状は不適当と判断。競馬施行規則第126条第20号競馬の構成確保について、 業務上の注意義務を負う者として、ふさわしくない飛行のあった者を適用し、上村に対し13日から21日までの非常停止処分を課した。ありがとうございます。